はい、皆さんこんにちは。ここは神戸市の三宮駅です。今 JR の電車が三宮駅に止まっています。さて、 JR の三宮駅の奥に見えますのは阪急の神戸三宮駅です。阪急の三宮駅は JR と同様に高架駅です。一方、阪神と神戸市営地下鉄の三宮駅は地下にあります。それにしてもこの阪急の神戸三宮駅、綺麗な建物ですね。実はこの建物の高層部はホテルになっているんです。今回はこのホテルに泊まります。このホテルはレムプラス神戸三宮です。レムっていうのはレム睡眠、ノンレム睡眠のレムですね。眠りをコンセプトにしたホテルです。公式サイトの紹介では駅に直結、眠りに直結と歌っています。一体どんなホテルなんでしょうか。それではよろしくお願いいたします。ここが阪急の神戸三宮駅です。そしてこの上に今日これから泊まりますホテルがあります。レムプラス神戸三宮です。ホテルの案内がちゃんと出ていますので迷うことはないと思います。ここで一旦また外に出たんですけれども、この三北通りの前も少し綺麗になりましたね。駅からまっすぐ建物が伸びていますけれども、これは商業施設になります。ここに書いてありますね。駅ぞ神戸三宮、飲食店が中心の商業施設です。では再び阪急の三宮駅の中に入ります。はい、ではここからレムプラス神戸三宮に入ります。ここは2021年今年の4月26日に開業したばかりの新しいホテルです。新しいだけあって中はとても綺麗です。まずはエレベーターでロビー階に上がります。ロビーはですね、17階にあります。16階より下はオフィスが入っています。チェックインは端末の操作で行います。それからアメニティをもらっていくことができます。あとはお茶も1つ選んでいけます。エレベーターは2台しかないんでちょっと待ち時間が気になりましたね。満室時は混雑しそうです。廊下はこんな感じで綺麗で洗練されています。はい、ではお待たせしました。客室の中に入ります。入って左手、いきなり洗面台があります。こちらにはグラスとポットが置かれています。そしてこちらの扉は冷蔵庫ですね。冷蔵庫が入っていました。冷蔵庫の中にはまずミネラルウォーターが2本入っています。それから何やら中にはナイトチョコレートサービスが入っています。これは寝る前に食べると寝つきが、眠りが良くなるようです。それからまたこちらは洗面台ですけれども、引き出しにはアメニティが入っています。まあ最低限のものが揃っている感じですね。歯ブラシとか櫛とか綿棒とか。それからこれは引っ張っても何も出てこないようです。そもそも引き出しになってないみたいです。さあ、それから下の段はドライヤーと、あとはタオルがぐるぐるに巻いてあります。さあ、今度はこちらの扉を開けてみましょう。こちらの扉の中にはトイレが入っています。まあ入っているというか置かれています。トイレも新しくて綺麗です。もちろんウォシュレット付きです。左手にはウォシュレットとか流すボタンとかがついています。それからトイレのお隣、仕切りはついていますけれども、こちらシャワーブースです。バスタブはついていません。シャワーだけです。天井にもシャワーがくっついています。あとこれガラス張りのスケスケなんですよね。でもブラインドついてますので安心です。こちらがね、ブラインドの操作ができます。さあ、客室奥まで進みまして、大きなテレビ置かれていまして、そしてこちらはダブルベッドです。マッサージチェアも置かれております。足まで揉みほぐしてくれそうです。テーブルはちょっと小さめですね。そしてこちらが客室からの眺めです。今回の客室は山側でした。海側の客室もあります。こちらは新神戸です。新神戸の駅前のホテルが目立ちます。アナクラウンプラザホテルです。
それからこちらも客室からの眺めです。これは元町駅でしょうかね。そしてさらに奥に目をやりますと、ちょっと海が見えるの分かりますでしょうか。ちょっと柱が邪魔で見にくいですけれども、これは海ですね。さすが港町神戸。テレビの画面にはこのホテルの案内が映し出されています。この建物についてです。地下2階から地下1階にかけては商業施設、1階もそうですね。で、2階が商業施設とエントランスと改札、3階も商業施設で、4階から15階がオフィスで、16階は機械室、そして17階がロビー、ホテルのロビーとフロントです。そしてその上に客室がありまして、一番上最上階は展望フロアとレストランです。朝食会場もこの最上階のレストランにあります。客室は全体で209室あります。ダブルルーム、ツインルーム、それからユニバーサル。客室の料金、これは正規料金ですけど、ダブルルーム3万3000円なんですね。今日は朝食込みで7980円でした。正規料金よりはだいぶ安いです。あとはダブルルームだとバスタブはありませんが、ユニバーサルルームとツインルームですとバスタブがついています。マッサージチェアも紹介されていました。マッサージチェアは山側のダブルのお部屋についているものです。こちらは電動のマッサージチェアです。海側のダブルにもマッサージチェアはありますけれども、こちらは電動ではありません。海側のダブルだとこんな感じの部屋になるようです。夜景が綺麗そうですね。それから朝食のご案内、神戸のぞみ山という最上階のレストランです。7時から10時半までラストオーダーは10時、朝食料金は1980円税込みです。後ほど詳しく紹介します。アプリもいくつか入っています。YouTube も見られます。そよ風ターンまで入れると予測で出てきますね。そしてうちのチャンネルも出てきました。試しにつけてみました。やっぱりこのサイズのテレビだとちょっと画面が荒くなりますね。これは名古屋の道民委員を紹介した時の動画です。さっき紹介したマッサージチェアですけど、電源入れてみましょうか。こんな感じの動きをします。背中も動いてます。あと最初気づかなかったんですけど、テレビの横にクローゼットがついてました。すごく狭いです。ハンガーだけはたくさんかかっています。ここにスリッパとかも置いてあります。場所を有効に使おうという意図は感じますけれども、ちょっと窮屈ですね。こんばんは。夜になりました。山側のお部屋の夜景は大したことないんだろうなと思っていましたけれども、山側もこんな感じでライトアップしていました。これは港を表すマークですね。これは神戸市のマークです。これは一旦木綿ではなくて船の帆ですね。こちらの建物は不気味に光っています。夜の建物たちの輝きも少し見ることができます。さてではさっきのナイトチョコレートを食べましょうか。寝る前にチョコレートを食べるとストレスが和らいでリラックス、そして睡眠の質を高めることができるようです。あとはミネラルウォーターは、これは水分補給ですね。中身は丸っこいチョコレートです。さて眠りの主役のベッドですけど、シーツがすべすべで感触が良かったです。枕も何種類か用意されていました。時計はこんな感じのアナログタイプです。しかも時間が狂っていました。で、これ時間を何度か直したんですけれども、直してもずれていっちゃうんですよね。目覚ましをかけるときはこれは本当に注意した方がいいと思います。電池が切りかかってたのかもしれませんね。ベッドは寝心地良かったです。特に腰に優しい感じがしました。それでは良い眠りを願っておやすみなさい。おはようございます。昨日のライトアップの正体です。やっぱりベッドの質が良かったですね。
ぐっすり眠ることができました。さすがレムプラスです。はい、こちらが朝食会場です。ここでモーニングをいただきます。海側の景色のいい席でした。こちらが朝食です。朝食はセットメニューで出されます。食パン焼いてあります。それからサラダ、あっさりした味です。そしてスクランブルエッグ、これは目玉焼きと選ぶことができます。あとはソーセージとベーコン、そしてミネストローネ、さらにデザートのヨーグルトです。はい、では1階に降りてまいりました。こちらは宿泊者限定の出入り口です。今回はレムプラス神戸三宮に宿泊しました。駅直結で新しく清潔感のあるホテルでした。ベッドの質がとてもよく快眠できました。レムプラスという名前の通りでした。それでは今回の動画はこれで終わりとします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。